今回は分数の掛け算、分数同士の掛け算の式の立て方について学習していきましょう。問題、1デシリットルで5分の4平方メートル濡れるペンキがあります。3分の2デシリットルのペンキでは何平方メートル濡れますかについて学習していきましょう。まず式を立てます。1デシリットルで5分の4平方メートル濡れることが分かっているので、それぞれの関係は図のような数直線図で表すことができます。3分の2は1を3分の2倍したものなので、図のように表せます。求めるのは3分の2デシリットルで濡れる面積なので、1デシリットルで濡れる面積5分の4平方メートルを3分の2倍することで求めることができます。よって式は5分の 4×3 分の2となります。次に計算をします。分数同士の掛け算は分母同士、分子同士をかけて計算するので、途中式はこのようになり、答えは15分の8となります。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせです。式は6分の 5×8 分の7となり、答えは48分の35となります。正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。問題、1デシリットルで7分の4平方メートル濡れるペンキがあります。5分の1デシリットルのペンキでは何平方メートル濡れますかについて考えていきましょう。まず式を立てます。1デシリットルで7分の4平方メートル濡れることが分かっているので、それぞれの関係は図のような数直線図で表すことができます。5分の1は1を5分の1倍したものなので、図のように表せます。求めるのは5分の1デシリットルで濡れる面積なので、1デシリットルで濡れる面積7分の4平方メートルを5分の1倍することで求めることができます。よって式は7分の 4×5 分の1となります。次に計算をします。分数同士の掛け算は分母同士、分子同士をかけて計算するので、途中式はこのようになり、答えは35分の4となります。これで今回の学習を終わります。